日お疲れ様、ありがとうございます。今日はラスト恋ラジでした。こんばんは。すごく寂しくなりました。こんばんは。2年半声ラジオお疲れ様でした。ありがとうございます。お便りを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。今日はもう本当にね、めちゃめちゃいつも以上に太くて、お便りの枚数が嬉しかったですね。もうそんな長い間やったねえ。それな、なっかん大福さん写真集ゲット、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。え、チョコやん、なにこれ。こんばんは、なっかん大福さん、チョコタワー、ありがとうございます。チョコー、これだけ聞いてうるうるしましたね。え、なんか最後のアンドになって思いました。チョコじゃん。初登場の時は緊張してたの。全然うまく喋れなかった。私2年半なっかん大福さん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。チャコ、昔からおじいさん写真集ゲット、ありがとうございます。こんばんは。ありがとう。まだ恋ラジが続くのかどうなのかというところもあるけど、続いてほしいし、また出られるように頑張りたいです。
対続くと思いますけどね。皆さんがたくさんお便りをくださったから。土曜日お別れしに行くよ。お別れなの？ヒッピーさんとアオちゃんのドッキリコラボよかったね。自分のラジオ番組持ってたら持ちたい。グッバイハロー、すぐ携帯に入れました。あ、皆さんあと9分やけど、あの東京の写真集イベントとファンミーティングもうすぐ終わります。東京に来てもラジオやってほしいね。やりたい。なんか私おしゃべり苦手だと思うんですけど、でもラジオは好きだからやりたい。新種買いました、ありがとう。はぐっ低音くしゃみだ、響いたな。東京の話ありがとう。エコー写真集届いたし、ゼストの配信チケットお待ち。お、すごい。ゼストさぁ。ゼストすごいのよ。私、本当にすごいから。もう、本当すごいから。見てほしい。ゼスト。P さんとの楽しい絡みが聞けなくなるな。ね、寂しいよ。私も職場のロッカーに写真集届いてたら開けるたびに見ていて、ありがとう。写真置いてたらだ。ほんとすごいんですよ。3月12日あのほんとにめちゃめちゃ引っ張りだこ、いっぱい出演者さんがいらっしゃるから、みちゅみちゅっていうかひなっていうか見れるんかなって思ってらっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。私はもうそんな考えを覆すほど本当にいっぱい出ます。不安になるぐらいいっぱい出るので見届けてください。ポスターもかわいい。お、ありがとう。そう、あの写真集受け取ってきた、ありがとう。ぜひ皆さんハッシュタグ月の1ハッシュタグ今村美月ファースト写真集でつぶやいてください。ブルー台湾さん写真集ゲットありがとう。なんかここに来たら鼻がむずむずした。歌いまくるの。そう、テストに合わせてテンション上がってきた。まだまだまだ準備が必要。寒暖差か。こんばんは。ありがとう。みちみ。ドゥン。ドゥドゥドゥン。チュチュン。チュチュンチュチュン。猫ミーム全然見たことないんだけどね。
新宿は私会の受付もまなく終了。そう、ファンミーティングはアイドルを存分にやりきりたいと思っております。アイドル締めみたいなファンミーティングにできたら東京の私が行きます。お待ちしてます。ステージの写真集で道が一番露出。嘘、そう、確かに。ありがとう。お気に入りのページは3つぐらいあります。私は、皆さんはどのくらいあるでしょうか。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位高優さん、12位福山のあきさん、11位かさみどりさん、10位エレメンツさん、9位アルマサトリアさん、8位努力未来あ BM さん、努力未来7位ブルーさん、6位カズノリさん、5位ジャストミトさん、4位ナオさん、3位ウマちゃんさん、2位ヨシヒコさん、そして1位はドゥルルンチジャン楽観大福さんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22はドゥルルルンチジャントミコさんでした。ありがとうございます。ありがとう。またお会いしましょう。ファンミーティング東京のお渡し会まだ間に合うかもしれない。あと2分ぐらいあるから、2分もないけど、あと 1分半ぐらい待てますね。おやすみなさい。また明日、私は明日早起きなんですけど頑張りますので、皆さんも木曜日ファイトでございます。気張りすぎずに楽しんで一日をお過ごしください。早めに壇上だね、たまには。今日も可愛い、ありがとう。みんなのおかげです。おやすみ。明日も元気に。あ、やばい、壇上変わったんじゃないこれもう一回行こう。13位風見鳥さん、12位エレメンツさん、11位アルマサトリアさん、10位福山のあきさん、9位努力未来アビエムさん、8位ブルーさん、7位和則さん、6位ナオさん、5位ジャストミトさん、4位ウマちゃんさん、3位ヨシヒコさん、2位昔からおじいさん、そして1位はドルルンジジャン楽観大福さんでした。そしてラッキーナンバー22ドルルンジジャン鳥たりたおじさんでした。ありがとうございます。9時の太鼓さん、写真集ゲットありがとう。合ってんのか。